ジェンス・パルバーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ワシントン州、サニーサイド出身。チームカラン所属。元 UFC 世界ライト級王者。レスリング出身でありながら、ボクシングを主武器とし、徹底的な打撃の連打で対戦相手を粉砕することから、パルバライザーの異名を持つ。また、プロボクシングやキックボクシングの試合もこなしている。 小学校時代からレスリングを始め、高校時代には二度州王者になった。大学時代に総合格闘技を始め、その後しばらくして、ミレティッチ・マーシャル・アーツセンターにて、パッド・ミレティッチに支持した。2001年2月23日、UFC30 で行われた、初代 UFC 世界ライト級王座決定戦で、宇野カオルと対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2001年9月28日 UFC33 でデニス・ホールマンとタイトルマッチを行い判定勝ちを収め王座の初防衛に成功した2002年1月11日 UFC35 で b j ペンとタイトルマッチを行い判定勝ち2度目の王座防衛に成功するが3月に契約問題から UFC ライト級王座を返上し UFC を離れた 2002年8月8日、u f o レジェンドで、村、浜竹博と対戦し、僅差の判定勝ちを収めた。2003年1月25日、UCC 世界ライト級王座決定戦で、ドゥエイン・ラドウィックと対戦し、右ストレートで小負けを喫し王座獲得に失敗した。2004年3月22日、シュートに参戦し、植松直也から小勝ち。7月8日、シュートハワイ大会。 ソウルジャ・ファイト・ナイトにて、ステファン・パーリングと対戦し、TKO 勝ち。2004年9月19日、シュートボクシングのトーナメント、S カップ2004に参戦。1回戦で大乗量に、左ボディブローで TKO 勝ちを収めた。しかし試合後、ステファン・パーリング戦などで痛めていた右五十字人体が悪化し、準決勝を危険。2004年12月31日、 プライド初参戦となったプライド男祭り2004で、小ミタカと対戦し、小負けを喫した。2005年5月22日、プライド武士道、その7では、対将に小勝ち。9月25日のプライド武士道、その9体では、ライト級、トーナメント1回戦で、桜井マッハ即人と対戦し、TKO 負け。2006年4月2日、プライド武士道、その10で、 新井健二と対戦し、TKO 勝ち。2006年9月23日、UFC 復帰戦となった UFC63 で、ジョーローゾンと対戦し、小負け。ザ・アルティメットファイター後のコーチを務め、2007年6月23日のフィナーレでは同じく、コーチを務めた BJ ペンと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。2007年12月12日、 フェザー級転校初戦となる WEC31 でカブスワンソンと対戦しギロチンチョークで一本勝ち続いて2008年6月1日 WEC34 でユライア・フェイバーの持つ WEC 世界フェザー級王座に挑戦したが0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗したファイトオブザナイトを受賞した11月5日の WEC36 では レオナルド・ガルシアに TKO 負けを喫した。2009年1月25日、WEC38 で、ユライア、フェイバーと再戦し、ギロチンチョークで一本負け。2010年3月6日、WEC47 で、ハビエル・バスケスに腕ひしぎ十字固めで敗れた。2010年8月14日、PWP、ウォー・オン・ザ・メインランドで、ディエゴ・ガリーホと対戦し、 ギロチンチョークで一本負けを喫し、6連敗となった。ありがとうございます。